当してきました。さあ皆さんに名前を紹介しましょう。さあまずは向かって右側、こちらはまこです。さあそして反対側は、はい、せいこです。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ今ね、皆さんに名前を紹介するとき、私がこのようにね、手をなんと粉先をね、くっつけてきました。さあこれはね、粉タッチという種目です。さあ野生のアザラシは鼻と鼻をくっつけてお互いの匂いを確認し合うノーズトゥーノーズという行動をするんですけども、その行動をね、用いた種目なんです。さあそしてこちら登場したアザラシはゴマフアザラシです。さあゴマを散りばめたような模様が特徴なんです。はい、さあここからはアザラシについてね、お話ししていきましょう。さあまずは体をご覧ください。さあ体長は150センチから200センチ、さあ体重は70キロから150キロあります。さあそしてね、ぽっちゃりしたようにもね、見えると思います。はい、さあ隣のね、稽古が頑張ります。はい、じゃあプールに入って、はい、さあそしたらこの後はひっくり返ります。そしてボールを持って、はい、頑張ってきて、はい、いってらっしゃい。はい、出発しました。さあアザラシ泳ぐときはご覧の通り、後ろ足を左右に振ってね、泳ぎます。さあ前足はね、ほとんど使わないんですね。さあそして今息を止めて泳いでいるんですけども、で10分間くらいはね、息を止めることができるんです。お狭いところもね、上手にくぐってきました。はい、ここまでね、来たらね、ゴールですよ。はい、よくできました。はい、さすがサバルもね、しっかりと戻すことができました。さあアザラシ時速20キロのスピードで泳ぐことができるんです。はい、じゃあ次はアザラシの動体視力、瞬発力がいいところを皆さんにご覧いただきましょう。はい、じゃあ続いてはマコが頑張ります。さあプールに入って後ろに下がって、私もね、後ろに下がってこのリングを投げていきます。ではいきますよ。まずは1本目、はい、2本目、はい、3本目、最後4本目。はい、上手にね、くぐりかけることができました。ありがとうございます。さあこのようにしっかりと目でリングを追って首にかけることができるんです。はい、さあそれではね、大変短い時間で残念ですけども、こちらのケイコとマコはお家に戻りたいと思います。さあこの後はですね、ベテランチームが登場します。皆さん少しお待ちください。ベテランチームのね、登場です。はい、さあ皆さんにね、こちらの名前を紹介しましょう。さあまずは向かって右側、こちらは萌です。さあそして反対側、こちらはジャイコです。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、さあ今ね、皆さんに名前を紹介するとき、私がね、このように手を出すと前足をね、くっつけてきました。さあ遠くの方はね、ちょっと見えにくいかもしれません。さあよーく見ると5本の指があります。さあそして、先にはね、鋭い爪があるので岩をね、しっかりと登ることができるんです。はい、じゃあ次はアザラシのお腹側ね、皆さんにご覧いただきましょう。はい、ひっくり返ります。はい、いいですね。さあアザラシのね、お腹側なかなか見る機会ないと思うんですけども、さあよく見るとね、おへその穴があります。さあ皆さんどこにあるか、見えるでしょうか。あ、見えました。ここがね、おへその穴です。さあそしてこちらのアザラシはメスのアザラシなので、ちゃんとね、おっぱいもあるんです。さあそしてオスのアザラシになりますとね、ちゃんとね、おちんちんもついてるんですよ。はい、じゃあ続いてはですね、道具を使います。さあ今私はね、魚を与えています。さあでも野生のアザラシはタコも食べるんですけども、タコは前足でしっかりとね、持って食いちぎって食べます。
可なので、本日はタコではなくてね、こちらのリングをね、持ってもらいます。はい、じゃあそれではまずはね、じゃあ1個。はい、あ、いいですね、上手に持ってますよ。はい、じゃあ次はね、はい、萌え。あ、いいですね、いいですよ。はい、じゃあ今日はですね、持ったまま、じゃあこの後はこれやってみましょうか。いきますよ。それはい、じゃあ次ね、手にかけることができました。はい、ありがとうございます。さあ、このようにね、器用に、前足だけでね、物を持つことができるんです。さあ、そして今ね、ジャイコと萌えなんですけどもね、拍手のような動きをしていました。さあ、これはね、トレーニングをしたからできるようになったんですけども、野生のアザラシもね、このような動きをすることがあるんです。どんな時にするのかと言いますと、実はですね、怒っている時にね、することがあるんです、ね、味覚をしている時にね、することがあるんです。はい、じゃあ続いてもね、じゃあ道具を使いましょう。じゃあこちらの、はい、じゃあこれはこちらの萌えがね、頑張ります。はい、じゃあここまで移動して、はい、はい、スリは行きます。はい、さあそして私もね、ちょっと距離を取って、このボールをね、投げてみましょう。はい、じゃあそれではキャッチできるかな。じゃあ、いきますよ。それー、おー、ナイスキャッチ。はい、上手にね、キャッチすることができました。はい、さあ前足だけではなくね、体も器用にね、くねらせてボールをね、キャッチすることができるんです。はい、それではね、大変短い時間で残念ですけども、お別れの時間がやってきました。さあ、入る前に、皆さんもね、気になっていると思います。さあ、ステージの後ろにある大きな滑り台、こちらをね、滑ってみましょう。はい、さあ、ここではアザラシたちの進み方を皆さんにご覧いただきましょう。さあ、アザラシたち、進むときは体を弾ませて進んでいきます。さあ、そして毛の生え方も前から後ろに向かって生えているので、スムーズにね、進むことができるんです。お、いいですよ。はい、最後はジャイコ。はい、しっかりと頑張りました。はい、ありがとうございます。はい、さあそれではね、大変短い時間で残念ですけども、アザラシたちともね、お別れの時間です。はい、さあそれでは皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。